レドヘッファーの永久機関の図、斜面の上の鉄球の運動で永久運動をしたと称したチャールズ・レドヘッファーは19世紀初頭のアメリカ合衆国の発明家を実証する人物である。フィラデルフィアとニューヨークで発明した永久機関を有料で展示し、公的な援助を求めたが外部の動力で動かしていることが露見した。1812年にレドヘッファーは機械を持って フィラデルフィアに現れ、郊外の家に機械を据え付け動くのを見せて入場料を取った。現地の新聞で取り上げられ、ペンシルバニア州に発明を完成させるための基金を申請した。州が任命した専門家による委員会の調査の時には部屋が施錠され、鍵がなくなっていたので調査団は窓から覗き込むことになったが、委員の一人が伴った若い息子が装置を つぶさに観察し、装置から出力を取り出すためと称するギリアの摩耗の向きがおかしいことに気づいた。委員は、フランクリン協会の技術者に依頼し、課題の中に動力を仕組み、同じように動く複製を製作し、レドヘッファーに見せ詐欺の露見したことを告げ、レドヘッファーは、フィラデルフィアを去った。 この委員の孫コールマンセールズがこの出来事の記録を残した。レドヘッファーは次にニューヨークに現れ機械の有料展示を始め最初は人気を集めるが有名なエンジニアロバート・フルトンがその回転音からイカ様を見抜き見物人と共に板を剥がし隠された動力伝達機構を見つけ屋根裏部屋でクランクを操作していた老人を発見した。見物人は ボートとかし、機械を壊し、レドヘッファーを叩き出した。フランクリン協会が制作したモデルは、フランクリン協会で展示された。永久運動の夢アーサーオードヒューム著、高田則義、中島秀と約朝日選手。ありがとうございます。